ゴムゴムの実。何を隠そう、大ヒット漫画ワンピースの主人公モンキー・D・ルフィの能力のことである。全身がゴムになってしまうという能力、漫画とはいえ羨ましい。僕もこんな能力が欲しいと思っていた矢先、このルフィと同じ能力者が僕の身近にいたのである。そう、彼女だ。毎夜毎夜生では拒否られてしまう僕。なるほど、彼女はゴムゴムの実の能力者。ゴムゴムの実、ゴムの実、決して生では入れることのできない穴、能力者、恐ろしい。うん、ね、まあ、0.01 が出んねんね、確か。とうとうなかったんですか。とうとう 0.01 ミリが出る。もうだからつけてないの、マイナスや 0.01 ゼロより下やん。いや、ゼロより下ではない。 0.01 上なんですから、はい、そうか、そうか、そんな。いや、そうですよ。だから昔のだからゴムなんてもうほんまにお医者さんがするね、分厚い手袋のような。色も濃いな。はい、あ、そんなに分厚かったんですか。なんかイメージはあるわ。でもほんまにこんなん絶対破れへんねやろなっていうような、うん、0.01 とかやったらなんか破れそうで、ね、まあ、今ゴムじゃないもんな、うん、シリコンとかやからな。あ、そうですね、なんか丈夫にはできて、なかなか丈夫にはできて、なかなか破けへんと思うよ、うん、そうですね、うん、なるほど。え、あ、うわ、うわ、早いですね。スタッフから 0.01 ミリのコンドーム渡され、どういうことこれ。どういうメッセージですか。こんな男3人手渡しでコンドーム渡されました。これを男3人のブースの中にこれだけ掘り込まれて、こんなもん、こんなんですよっていう。持ってんねや、相模の。すごい。ほんでこの話をするのをもう予測してたかのようにね。いや、俺はな、でも、はい、アインシュタインと喋ってんのがやっぱ楽しいなと思った。あら、なんででしょうか。嬉しいです、ね、ありがとうございます。いや、アインシュタインと喋ってんのが楽しいというか、まあこれが、はい、正当な 0.01 ミリのコンドームの話題になった時の会話やと思うねん。はいはいはい、うん、と言いますとどういうことですか。タムケンとこの間このこと喋ったのよ、はい、0.01 ミリってやるらしいぞ、はい、株買っとかな。あー、これはオリンピックあるやん。オリンピックでコンドーム大量に配布するやろ。ほんで 0.01 株買いやな。全然楽しくない。ちょっと待って、シリコンの工場とかの方の株か、これみたいな。そう、原材料輸入してる会社ちょっと調べさすわ。もう止まらないじゃないですか。シリコンの原材料なんや、はい、それちょっと調べて、そこの株やなみたいな。うわ、少年楽しくなかった俺は。少年の心がもうないですね。ケンコバさんは純粋にそのコンドームの話をで、何やったらなんかちょっとそっから派生してエロい話になったりとか。結果下ネタ言う男なんて嫌われるけども、はい、どっちがピュアですかこれ。なるほど、ほんまや。リスナーの皆さん、はい、皆さん今問います、俺とタムケンどっちがピュアですか。健康さないと思います。まあね、そのピュアさで言うともうそのまあもうカブケンさんはでももうほんまに、うん、ま、もうお父さんみたいな感じですもんね。そのまあな、はい、その下ネタなんて全く言われへん。ほんまやな。はい、いや、まあお互い、はい、ずっと一緒やから俺ら10代から、そうですね、同じ道をこう歩いてきたはずなのに、相当むちゃくちゃなことも2人はしましたよ。そうですよ、いや結構聞きましたよ、健康さん。健康さん、タムケンさんの話は僕らぐらいのモンスターでしたよ、はい、俺ら。そうですよ、ナンバーモンスターでしたね。ナンバーモンスターの二巨頭ですよ。その二巨頭が今やもうキッズリターンみたいな話になってきました。ほんまや、映画化されそうですよ。 0.01 っていうタイトル、 0.01 っていうタイトル、 0.01 が道を分けたんで。最初はそんな少ない違いだったのに、隔たりが 0.01 の、 0.01 のやっぱゼロじゃないねんな。そうですね、あるねんな、 0.01 隔たりが。そんな小さい数字でも。、うん、さあ、それでは最後の、投稿に参りましょう。横浜市のラジオネーム